ましておめでとうございます。身内の方でお亡くなりになった方へは寒中見舞い申し上げます。2018年となりました。今年もパワードビスタは活動していくことになりました。どうぞよろしくお願いします。と言いましても今年は高校3年生なので進路に向けて忙しくなるので、去年までよりは活動できなくなると思いますが、なるべく皆さんとお話ができるようにはしますので、そこのところはよろしくお願いします。今年は8世代自作案が浮上しそうですが、予算足りないんで保留です。あ、はい。と言いましても、お年玉の足しにするべく初売りしようとした中古27インチがジャンクになっていたりと、新年早々安定してついていません。ということで今回は残念なお話から今年の動画は始まります。縁起悪いわね。そうですね。5つ目。偽物が現れました。昼頃に偽物がいると報告がありまして、ID を変更した私はおかしい点に気づきます。偽物との区別を載せておきますので参考にお願いします。適当に野獣先輩がデモ送ってやってください。2つ目。動画が無断転載されてました。無断転載までされたの？ Twitter に偽物がいるとなるとチャンネルもあるのではと思い、調べてみたら、やっぱりありました。その後多数のフォロワーさんからも無断転載の報告を受けました。非常に残念なことですね。でも、いずれはこういうことが起きるだろうと私は予想していたので、このような対策を取ります。無断転載や浪費動画の拡散ありがとうございます。これによってあなたへはこの動画の利用料が発生いたしました。よって、1週間以内に私の口座に振り込んでください。なお、私はお金がなく、収益でも儲からないので8世代資金として徴収いたします。最後に、私の金利は高いよ。これによって2択選択権が与えられます。まず前者ですが、こうすれば通報されずに丸く収まります。続いて、後者ですがこちらは前者の処置を行わなかった場合、強制的に義務にするというものです。まあ、いずれにせよ、無事には帰れないよってことですね。ということで、何か不審な動きを見かけましたら、概要欄にある私の Twitter にまでご報告ください。なお、偽物及び無断転載野郎も概要欄に貼っておきます。あと、最後に、無断転載野郎に私への利用料請求を促進しておいてください。ご協力お願いします。それでは今回はこれで締めます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただくと、パワードビスタの動画をいち早く見ることができます。左下のボタンから登録、左上には完全動画、右上には完全情報を掲示してあります。次回の動画もお楽しみに。